皆さんこんにちは、武田塾の川野です。本日は長野県にある武田塾上諏訪校にやってまいりました。早速見ていきましょう。ということで上諏訪校にお邪魔しております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。武田塾上諏訪校で校舎長を務めております山田学と申します。よろしくお願いします。では山田校舎長にいろいろと聞いていきたいんですけれども、まずは武田塾でなぜ働かれているんでしょうか。実は私自身が高校生時代、勉強と部活の両立がうまくいかず、授業のレベルが上がりにつれてだんだんと取り残されてしまったという経験がございます。でその結果受験勉強もあまりうまくいかず、第一志望の大学に合格することができませんでした。社会に出てからも辛い経験が心のどこかに残っていて過ごしていたんですけれども、武田塾を初めて知った時に、このシステムであれば当時の自分でも受験勉強できたのになと、乗り越えられたのになと感じまして、多くの今悩める受験生たち、そういった気持ちはとてもよくわかるつもりですので、そういった方の一人でも多くの助けになればと思い、武田塾上諏訪校で校舎長を務めております。なるほど。山田校舎長のまさにご自身の受験時代の苦い経験を同じような思いをしてほしくないという思いを持って武田塾で働かれているということなんですね。はい。ではそんな武田塾なんですけれども、そもそも武田塾ってどんな塾なんでしょうか。授業で勉強していこうとすると、どうしても範囲であったりとかペースとレベルなども周りに合わせながら進めていかなければならないと思うんですけれども、武田塾であれば参考書を軸とした自学自習が主になりますので、一人一人の現在のレベルであったりとか志望校、あとは自分のペースで進めていけるというのが大きな特徴だと考えております。そうですよね。武田塾は自分のレベルに合った勉強で進められるから、周りにねついていけないっていうこともないですし、自分の志望校に向けて着実にレベルアップしていけるというのが強みですよね。はい。ではそんな武田塾の中でもこの上諏訪校はどんな校舎になりますか。講師陣の手厚さが挙げられると思っております。はい。信州大学の医学部生2人をはじめ、理系の学部に行ってる学生、アメリカに1年間留学経験のある学生などが講師を務めておりまして、はい、全ての教科に対応することが可能となっております。なるほど。多種多様な講師陣が教えてくれるということなんですね。はい。心強いです。では多種多様な心強い講師陣がいるこの上諏訪校ということなんですが、何か特訓でのこだわりはあったりしますか。ただ単に参考書を進めていくだけではなく、なぜその答えを出したのか、その解き方を理解しているのかどうか、一つ一つ丁寧に確認しながら問題を進めるようにしております。なるほど。参考書を正しく解いて進められるように丁寧にサポートされているということなんですね。はい。ではこの上諏訪駅周辺だったりとか、この地域ってどんな特徴がありますか。うちの校舎に通ってくださっている生徒さんですと、諏訪市はもちろんなんですが、近隣の岡谷市や茅野市、あとは富士見町などからお越しいただいております。具体的にはどんな高校から通っている生徒さんが多いですか。諏訪清涼高校や東海大諏訪高校、諏訪双葉高校、あとは岡谷南高校、下諏訪工業高校などが挙げられます。なるほど。幅広い高校から皆さん通われているんですね。では実際にそういった学生が来られた時、受験相談ではどんなお話をされるんですか。やはりまずは信州大学目指す生徒さんが多いので、はい、地方国公立に進むためには何をすればいいのかっていうのを、ルートを使いながら具体的な説明をしております。はい。あとはやはり東京に出たいという希望を持っている子もいますので、早慶やマーチ、そういったところへ受験するための準備はどういったことをすればいいのかを分かりやすく説明しております。なるほど。この信州大学はもちろんのこと、東京の大学の対策もしっかりとお話ししてくださるんですね。ではこの上諏訪校に入って実際に何か成長した生徒さんはいらっしゃいますでしょうか。今まで自分で勉強する時間が0時間だった、はい、自分で勉強する気はあるんだけれど自分で何をしたらいいかがわからない、そういった生徒さんが机に向かって自分で勉強するようになったりですとか、はい、志望校に向かうために具体的に目標を立てて何をしたらいいのかというのを毎日考えながら進めているといったところが大きな変化かなと思います。なるほど。今までだったら何したらいいかもわからないという子が志望校に向けて勉強できるようになったと。はい。どのぐらい勉強できるようになりましたか。もともと全くしなかった子が、部活やりながら1日3時間勉強できるようになったり、もともと3時間やっていた子は今では10時間以上勉強するようになったり、はい、といった変化があります。なるほど。まあ、学校部活とかがあってなかなか時間ない中でも平日3時間以上勉強したりとか、休みの日だと全くしなかった子が勉強できるようになったということなんですね。はい。ちなみにその自習室の何か魅力はありますか。
自習室は37席と、いつ勉強しに来ても必ず自習室が空いているようにゆとりを持った席数にしてありますし、はい、常に清潔を心がけながら広い自習室で落ち着いて勉強できるようにしております。では自習室の開講時間はどのぐらいになりますか？火曜日から土曜日13時から22時まで開講時間中は自習室常に開けてあります。わかりました。では山田校舎長のこれからの目標だったりとか上諏訪校のビジョンを教えてください。受験勉強していく中で辛い瞬間や悩みを抱えることも多いかなと思うんですが、そういった時に気軽に相談できるような環境を常に整えておくこと、校舎に来たら落ち着いた空間でしっかりと勉強に励めるような環境を整えておくこと、そして生徒だけではなく私や講師全体が一丸となって受験に立ち向かっていけるような校舎にしていきたいと考えております。わかりました。ありがとうございます。では続いて講師の方にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。信州大学医学部医学科の近藤雄大と言います。指導科目はですね、地理と物理以外全部教えてます。では普段の指導ではどのようなことを意識されていますか？武田塾って参考書をやる塾って思ってらっしゃる生徒さんがいっぱいいるんですけど、同じ参考書をやらせても生徒さんによってどういうふうにその参考書をやってくるかが全然違うんですよね。それで成績の出方が変わっちゃうので、ちゃんと早稲田に行く子だったらこういうふうにこの参考書をやらないと力が身につかないよっていうこと、生徒の志望校の目標に合わせた参考書のやり方を指導するようにしてます。なるほど。確かにただ参考書をやるだけではなかなか成績は伸びなくて、それをいかに正しく使えるか、これが大事ですよね。はい、では武田塾での勉強を通してどのようなことを生徒に伝えたいですか？やっぱりまず君はちゃんとやればできるよっていうことですね。武田塾に来る子って授業が苦手だったりとか勉強の仕方が分かんなかったりとかで自分がなかなかできないんだなって思ってくる子が多いんですけど、僕らが宿題を出して勉強の仕方こういうふうにノート作ればいいよっていうところから教えてあげますので、それをちゃんと聞けば成績伸びますから、毎日きちんとやってできたっていう経験を積んでほしいなと思ってます。では武田塾の指導のいいと思うところはありますか？やっぱり生徒さんが考えることが少ないっていうことですね。やっぱり受験って今の自分の学力から目標の大学があって科目もたくさんあって何からやったらいいのかわからないし、このまま間に合うかわからないっていう計画を立てるところとかもすごく辛いんですけど、僕らが宿題を出してあげてどうやってやればいいか教えてあげるので、そういうどうしたらいいんだろうとか受かるかなとか心配せずに目の前の勉強だけやってればいいっていうところがすごくいいところだと思います。確かに生徒が自分自身で何をやればいいか悩む必要がなくなるので、日々の勉強に自信を持って前に進みますよね。では最後に担当生徒の目標にはどのようなことを掲げていますか？まずはやっぱり目の前のことをきちんとやろうということですね。受験生の志望校って結構憧れだったりとか、あのキャンパスに行ってみたいっていう思いなんですけど、それだとやっぱり途中で私なんで勉強してるんだろうって悩むことも多いと思うので、そうじゃなくても毎日僕らが出した宿題をきちんとやる、毎日完璧にするっていう一日一日の目標をきちんと叶えることを優先してほしいなと思ってます。なるほど。それだと生徒さんも迷うことなく志望校に一直線で向かえますね。はい、ありがとうございます。では次の講師の方にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。上諏訪校講師の矢島光輝です。信州大学生医学部に在学しています。得意科目は科学と英語です。では普段どんなことを意識して指導されていますか？私は1年間アメリカに留学していた経験があり、それを活かしてより良い英語を教えていけたらと思っています。わかりました。ちなみに英語の指導において何かご自身の留学の経験が生きた場面はありますか？科学については計算問題はより生徒に合った方法を模索し、暗記するところもただ暗記するだけではなく、どうしてそうなるのかなどを確認しながら行うようにしています。また英語では似たような意味を持つ、また同じような意味を持つ単語を逐一確認することで、生徒の語彙力向上に努めています。では武田塾での指導を通してどのようなことを生徒に伝えたいですか？私は英語が好きなんですけど、それを生かしてより生徒に英語を楽しいと思ってもらえるような指導をできるように心がけています。わかりました。ではそんな自学自習の武田塾の指導でいいと思うところはありますか？志望校ごとにコースが設定されていて、そのコースに沿って、計画を立て毎日の宿題を進めていくので、計画を立てるのが苦手な生徒さんでも継続しやすいということが一つ目に挙げられます。また4日進んで2日戻るという、学習法や週に1回確認テストを実施するということで、より知識が定着すると思います。では担当生徒の目標にはどのようなことを掲げていますか？
担当生徒の目標には、生徒全員が第一志望校に合格するということを掲げています。わかりました。生徒の志望校合格、何よりも大事なことですよね。ありがとうございます。では続いて実際の生徒さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではまず武田塾に行ってみようと思ったきっかけは何ですか？私は高校に入ってから塾には通っておらず、自分なりに勉強していたのですが、正しい勉強方法が分からなくなってしまった時に、武田塾のホームページを見て正しい勉強方法を教えてもらえるということだったので、今の私にぴったりなんじゃないかなと思い、武田塾に入ることを決めました。なるほど。正しい勉強方法を求めて武田塾に入ったんですね。はいはい、では実際に武田塾に通ってみてどうでしたか？武田塾では毎日自分に合った宿題量を明確にしてもらえることによって、勉強のモチベーションが上がったり、効率よく勉強ができたり、事前に勉強する習慣がついたり、いいことがたくさんありました。なるほど。実際に武田塾に入ってみて成長を感じますか？私は特に英語の長文を読むのが苦手だったんですが、武田塾に来てから教えていただくことによって、長文とかスラスラと読めるようになったのかなって思います。いいですね。武田塾に入って勉強時間は変わりましたか？平日は 2,3 時間ぐらいしかできなかったんですけど、今では5時間ぐらいで、休日では5時間ぐらいから9時間10時間ぐらいになりました。なるほど。平日休日ともに約2倍に伸びたということですね。素晴らしい。ではそんな今の志望校はどこですか？順天堂大学の医療科学部です。受かる自信はありますか？はい、頑張ります。応援しています。はい、頑張ってください。では最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。厳しい受験勉強を乗り越えた経験は必ず君の今後の人生の宝になる。武田塾上諏訪校で待ってます。